で、解析で行楽を調整する方法の一つですけれども、まずその層別解析っていうとですね、これもよく混乱が見られるんですけれども、サブグループ解析とこうごっちゃになっている方がよくいるんですが、この2つは実は違うものです。で、層別解析っていうのは行楽を調整して暴露効果をこう要約したい、どれぐらい効果があるかっていうのを要約して示したいっていう目的があります。で、それに対してこのサブグループ解析っていうのはどんな目的かっていうと、それぞれのサブグループの暴露効果、治療効果に興味があるっていう状況ですね。で、層別解析の方は層に分けるのは行楽を調整するためであって、それぞれの層での治療効果に興味があるわけではないんですね。で、反対にサブグループ解析の方はむしろそのサブグループによって治療効果とか暴露効果がどれぐらい違うのかっていうことに興味がある、まあ、統計的に言うと交互作用とかですね、疫学では効果の指標の修飾なんていうふうに言ってますけれども、まあ、そういったこと、違いがあるのかどうかっていうことを積極的に調べたいっていうのがサブグループ解析の目的になります。で、層別、ちょっと記号を使いますけれども、層別したデータですね、今、まあ、重症と軽症と、まあ、2つの層しかないので、まあ、簡単な記号で表しますけれども、重症者の方は添え字の1、それから軽症者の方は添え字の2を使って表すことにしますけれども、良くなるグループは合計の人数を N2、 経過観察グループの方は M2 で、そのスモール N2 とスモール M2 を足したものをラージ N で表すことにします。で、良くなるグループで回復した人は A、経過観察で回復した人は B で、重症者と軽症者で1、2で表すことにします。で、そして暴露グループがターゲット集団の場合の治療効果をどうやって推定するかということなんですけれども、まずその層別解析の基本的な考え方としては、まずその行楽要因で層に分けることで十分にもうそれだけで行楽は取り除かれてるんだということが必要になります。他に何かいろいろ調整してない行楽要因がたくさんあってしまってはダメだということですね。で、もし層に分けることで十分に行楽が取り除くことができれば、それぞれの層の中では暴露グループと非暴露グループの比較は妥当になっているはずですよね。比較の妥当性が全体、集団全体では満たしていなくても、層に分けることで比較の妥当性を満たすような層を作ることができているはずです。で、そうすると各層の非暴露グループのイベント発生割合っていうのは、私たちが調べることができなかった暴露グループが暴露を受けなかった場合のイベント発生割合と等しいというふうに考えることができます。ちょっと言葉で説明すると分かりにくいので、まあ、この表で説明することにしますけれども、今良くなるグループと経過観察グループ、こんな記号を使いましたけれども、良くなるグループがもし経過観察を受けたとしたらどうなっていたかっていうことを知りたいわけですよね、私たちは。で、この良くなるグループで、良くなるグループの人が経過観察だっただけの重症者のグループの、回復した人数を B1 スターと書いていますし、軽症者の方は B2 スターと書いてますけれども、この B1 スターとか B2 スターっていうのは先ほどの理想のコントロールなので観察することはできなかったわけです。で、ところがこの重症者と軽症者に層に分けて行楽が十分に取り除かれていると考えられるとすればですね、良くなるグループ、重症者の方の良くなるグループと経過観察グループの比較は妥当、比較可能なので、経過観察グループの N1 人分の B1 人っていうのは、これは私たちが知りたい良くなるグループがもし経過観察だった場合の N1 分の B1 スターと同じになってくれてるはずですよね。で、同じように軽症者のグループの方でも、今度は私たちが知りたいスモール N2 分の B2 スターっていうのは、経過観察グループの軽症者の方の回復割合である M2 分の B2 と等しくなってるはずです。で、このことを使って良くなるグループが経過観察だった場合の期待イベント数を計算することができます。別に難しいことじゃなくて、非暴露グループの回復割合に良くなるグループのそれぞれの層の人数をかけてやればいいわけですよね。 NK×MK 分の BK っていうので、それぞれの層での B1 スターとか B2 スターっていうのを計算することができます。で、あとはこの良くなるグループが経過観察だった場合の合計期待イベント数は B1 スターと B2 スターを足してやればいいわけですから、結局 N1 人に重症者のグループでの経過観察グループの回復割合である M1 分の B1 をかけてやって、それから N2 人に軽症者のグループでの
経過観察グループでの回復割合 M2 分の B2 をかけてやって足せば合計回復数が期待イベント数が出るということになります。で実際にこの比を取ってやればですね、実際に観察された良くなるグループの回復数と今の合計期待イベント数の比を取ってやれば 1.32 倍という値になります。これ先ほどのマッチングを取った時のリスク比と大体一緒ですよね。 1.31 倍でしたけれども、でこの標準、まあ、こういった方法のことを標準化と呼んでるんですけれども、この標準化リスク比のことはこれは疫学では古くから使われている指標で、スタンダーダイズドモータリティレーション、死亡がエンドポイントの時にはモータリティですけれども、今のように今のちょっと回復なんで意味が違いますけれども、まあ、傷病があるっていう場合モービディティなんて呼びますけれども、まあ、どちらも真ん中 M なので SMR っていうふうに古くから呼ばれている指標になります。で今度はマッチングの時と違って対象者を全員使ってますので 95% 信頼区間を見てみると 1.02 から 1.70 ということで、今度は1を含んでないということがわかると思います。対象者がマッチングのように対象者が減ってパワーが減るということが起きていないということですね。でこれは何をしているかというと、今暴露グループの重症者と軽症者の行楽要因の分布 N1 人と N2 人だったわけですけれども、非暴露グループ分子の方の非暴露グループの方の人数も強制的に解析で N1 人と N2 人に等しくして解析をしているというふうに解釈することができます。マッチングはそのサンプリングをして経過観察グループの行楽要因の分布をこう無理に暴露グループの良くなるグループの分布に合わせていたんですけれども、それと同じことをこの標準化では解析上で行っているというふうに考えることができます。でそれから標準化したリスク差も計算することができて 17.5%、 これも先ほどのマッチングの結果と大体似ていると思いますが、マッチングの時は 17.0% でしたけれども、大体同じような値になっていて、で今度も 95% 信頼区間は 2.2% から 32.8% とゼロを含んでいない結果になりました。でここまでが暴露グループがターゲット集団の場合の標準化の話ですけれども、最後にですね、今度は集団全体をターゲット集団とした場合の標準化の方法と、それからまとめをお話しして今日は終わりにしたいと思います。